高校受験の時に死ぬほど勉強したんですけど、はいはい、全然覚えてないんです。早慶、早慶、早田慶応、早田慶応と唱えながら歩いたんです、はい、メンタルドクター受験指導してる受験の必要性とか意味とか意義っていうのを見出していく必要があるから。どうだよ、始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、メンタルドクターの、ね、指導先生においでいただきました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、メンタルドクターの指導です。指導先生のチャンネルもですね、下に、はい、貼ってたり貼ってなかったり、いや貼ってる貼ってるが浅いです。気まぐらで貼れないパターンとか聞いたことないぜひぜひチェックしてみてください。今回はですね、指導先生に聞きたいのはですね、はい、受験打つ、やっぱりこのメンタル弱い人っていうのが多いので、そういった人たちの話をして、まあ、いっぱいあるんですよ。もうエピソードトークがもう山ほどあるんですけど、まあ、いろんな人がいるので、最近は予備校とかでもカウンセリングのですね、カウンセラーが来るんですよ。で、そこのルームがあるんですけど、はい、そこで予約とかしたりして、もう予約が埋まっちゃうっていうぐらい、へ、予備校のそのカウンセラーに会うっていうことがあったりするんですけど、はい、どうしたらいいのかってきっと悩んでる人もいるので、はいはい、その辺のことを聞きたいなと思います。受験打つって結構単語としては比較的まあ新しいというか、そうですね、まあ、そのいわゆる正式な医学単語ではないんですけれど、受験をきっかけに打つになっちゃったりっていう人がまあ増えてはいるので、はい、概念として生まれたっていうのがまずはありますね、はいはい、中学受験をする子とかでもやっぱりあって、はいはい、まあ、10円ハゲてきちゃったりとか、見てきてうわっていうのもありましたし、自分が受験生の時もやっぱりこう一緒に予備校でこう授業を受けてる、大教室で受けてる中でも、もう精神的にやられちゃってる人もいましたし、教えてて生徒がやっぱりもう授業出れないとか、はい、朝絶対もう起きれないとか、本当にもうおかしくなっちゃってる、完全にもう顔がやばい状態で、はいはい、でまあそれで受かった子が何人かいて、去年と一昨年かな、それで東大のクラスでいたんですけど、はいはい、その2人とも聞いたら、はい、全く覚えてないって言ってました。調子悪くなった時のことは全然覚えてない。でもちゃんと結果出したってことですね。そうです、結果出した。それはでもすごいですね。それほど本当に過酷な環境にいたっていうことでしょうね。やっぱあるんですか、過酷だと覚えてないとか。精神的に追い詰められてる時って、その人間の防衛反応として本当に辛かったことってすっぽり抜けちゃったりすることはあるんですよね。そうなんだ。僕自身も高校受験の時に死ぬほど勉強したんですけど、はいはい、全然覚えてないんです。多分その2つの解釈があるかなと思うんですけど、はいはい、まあ、本当に辛いことがあったから、まあ、一種のトラウマみたいな感じになってて、それを覚えていないっていうパターンと、まあ、それとも本当に勉強もしまくってて、しまくっててしすぎてて、それしかしてないっていう中で、はいはい、多分時間の感覚とかもおかしくなってるから、その時のことを思い出してみても思い出せないっていう、まあ、それもあると思うんですよね。なるほど、そんなパターンもあるんですね。はいはいはい、あーってなってる人、精神科的にはどういったアドバイスをするんですか。この間ちょっとね、森哲さんのチャンネルでモチベーションの話したと思うんですけど、そこにもつながってくる問題かなと思っていて、やっぱ受験って結構多くの人というか、まあ割合の人がその自分で好き好んで始めたっていうよりも、周りに言われてとかみんながやってるからっていうパターンが多いと思うんですよね。なるほど。だから受験ってこう社会人になってから自分でやる勉強というよりも、その強制感が強いものが多いと思うんですよ。そうするとどうしてもモチベーションが保てなかったりとか、誰かの期待に応えなきゃっていう、はいはい、まあ、それこそ外発的なモチベーションだけでやってる部分が多いので、実際にその結果を出せなかった時とか、まあ、それで例えば怒られたりとかね、お前は全然できないじゃないか、ダメじゃないかって言われることによって、自己肯定感っていうんですけど、その自分の自己評価が下がってしまって、こうさらに勉強が手につかない、そういうマイナスのスパイラルになっちゃうっていう可能性は全然あるかなと思います、ね、あとはやっぱ模試の、ね、点数とかが悪くてやる気がなくなっちゃうとかっていう人も結構いますね。結果としてこう突きつけられるものなので、はい、それと直面化した時に、まあ、自分は全然やってもできないんだって、やっぱ自信を失ってしまうっていうのは、受験鬱になってしまう、まあ、一つの
きっかけになってしまうかなと思いますね。細井先生の方ではもしなんかでへこんでんじゃねえって言うじゃないですか。まあでもその考えはやっぱり大事かなと思うんですよね。はいはいはい、やっぱり模試ってあくまでもね、その中間地点のその時点の、うん、かつその模試もいろいろあるわけじゃないですか。そうですね、その全国模試だったり、うん、センター模試だったり、まあ、もしくは志望校向けの模試だったりとか、はい、で結局その模試によって目的も違ったり、その自分が目指すものでない可能性はあると思うので、うん、やっぱ一つ一つの模試で一喜一憂しないっていうのは大事かなと思います。うん、自分自身はなんかいつも E 判定だったんですけど、はい、それでもまあ、自分は本番に強くてできるんだっていう、うん、楽観的な、あでもやっぱ楽観的な姿勢っていうのは、まあ、受験だけではなくて、まあ、私生活だったりとか、うん、鬱になりにくい人とかって、はい、やっぱ楽観的な人は多いんですよ。確かに細井先生が鬱とか信じられない描かないですね。へこみやすい方なんですけど、はいはい、それでもだから受験に関してはきっと大丈夫、本番だわ、本番はなんとかなるんだ、早慶早慶早稲田慶応早稲田慶応って唱えながら歩いてました、はい、多分森哲さんみたいに多分ゴールがはっきりしてる人ってそこは分かりやすいかなと思うんですけど、早慶って決めてたらもうひたすらその過去問をやりまくって対策がはっきりしてるじゃないですか。だから、まあ、ある程度それこそゴールが決まってるからこそ、普通の模試で失敗したとしてもでも本番は別に、ね、全然別の問題が出る可能性もあるからっていう、その切り替えがしやすいんじゃないかなと。じゃあどうしたらいいんですかね。目的意識がはっきりしてないことだったりとか、自分が実際に何のために受験をやってるんだろうって、ね、うん、そういうことを考えてしまうことが原因になることがやっぱり多いと思うので、今の時期で最終的にゴールが見えなくてとかだったらもう1年必要になる可能性も考えておいた方がいいかなとは、うん、逆に言えば今の時点である程度志望校だったりとか、はい、最終的に行きたい学校が決まってる場合はもうそれだけやった方がいいと思います。行きたいところだけもう過去問を最低でも完璧にして、うん、少なくとも本番一番大事じゃないですか、はい、だから本番でもう慣れた状態にしておくっていうのが一番大事かなと思います、うん、メンタルドクター受験指導してるやばいみたいなとか、もう病院行くか行かないか、はい、カウンセリングぐらいと病院ってやっぱりレベルが違うわけですよね、はい、ただ病院に行って受験と距離を置かないと調子崩しちゃうよっていう人もまあいると思いますし、逆にその病院行って別にその薬とかを使う必要はないけど、やっぱり今自分が直面している問題解決するためにカウンセリングとかを利用した方がいいよって言ってカウンセリングを進める人もいますし、本人の程度っていうよりも客観的に見てこれはやばい状態なのかっていうのを、その病院に行った場合は医者が判断してカウンセリングなのかそれとも休息なのか薬なのかっていうふうに決めるパターンが多いですかね。簡単に軽くできる方法とかあります？その勉強とかでもやりたくないとかで鬱の時でも辛いっていう時に、なんかこれやっとくとちょこっと軽くなるよみたいなのってあったりするんですか？そうですね、まあ、言っていいのか分かんないですけど、まあ、簡単にって難しいんですけど、受験のきっかけとかが友達だったり親だったりする場合っていうのは結構そこの対応って難しいですね。なるほど。その場合はやっぱり周りの態度とか、はいはいはい、親の教育の仕方とかが変わらないと、うん、なるほど、はい、そこを解決するって難しい。内側からある場合だった方がいいわけですね。自分が行きたいとか、そうですね、自分がちゃんとこう目指してて目標が決まってるっていう場合は予定つかなくなったとしてもすごい簡単なことからもう一回始めることによってまた戻ってくる可能性あると思うんですよ。ただ誰かのために受験をやってるって場合だと、逆にその調子崩してしまった時になんで俺こんなことやってんだみたいなことになりかねないので、まあ、なので、まあ、簡単に戻すのは難しいかもしれないですけど、そうならないためにもやっぱり自分の中でも受験の必要性とか意味とか意義っていうのを見出しておく必要はあるかと思います。なるほど、これはいいことを聞けたんじゃないですかね。まあ確かにありますね、外側からだと。いや一人いるんですよ、はい、本当ダメになっちゃった子がいて、はいはい、精神的に、はい、授業中ずっとこうやってやってました。あ、まあ、でも多分そういう人たちに共通してるのって多分周りからの圧が強かったり、正解ですね、はい、それが結局そうそう親が、はい、もうここに入るっていうのでずっとやってて、で結局最後は親もあもうやっぱダメだってなって、こんなに苦しめちゃったからって、はいはい、行きたいところに行きなさいっていうので結局なったんですね。
そうなんですよね。やっぱ受験ってすごい難しいのが、やっぱ10代ぐらいだと将来のこととかってあんまりこう分かってなかったりとか、自分やりたいことなんだっけっていう決まってない部分でどうしても進路を決めなきゃいけないっていうところが、親の希望と自分の希望と差が多いほど、やっぱりこうモチベーションを保ちづらかったりとか、それこそ鬱になるリスクっていうのは高くなってしまうかなと思いますね。いやいいこと聞きましたね、本当に。いや勉強になりました、自分自身も。あ、よかったです。はい、今回は指導先生に、受験鬱について聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。